はい、どうも、まさしです。今回はですね、前回の動画の続きになるんですけども、前回、ちょっと快活クラブ、近所の快活クラブに行ってきたんですけど、それはなんでかっていうとですね、YouTube に、まあ、チャンネル開設して、投稿するにあたって、ちょっと長尺の尺が長い、動画をアップするにあたって、YouTube のチャンネルの権限の制限があってですね、個人情報の電話番号の個人認証をしないと、長尺の動画がアップできないんで、快活クラブに行ってきたわけなんですけども、それでまあ、その個人認証、電話番号の個人認証の確認は取れたんですけども、ちょっと新たな問題が発生して、まあその問題っていうのは、まあ、以前の前に働いてた仕事で、ちょっと Gmail アカウントを2つと、まあプライベートの、まあ今回の YouTube のチャンネルの開設にあたって、新たに Gmail アドレスを作ったんですけど、その Gmail アドレスで同じ電話番号を使用しているので、ちょっと、その YouTube のチャンネルの権限で、同じ電話番号を使用していると、2つまでしか許可されなくて、まあ、1年間以内に2つまでしか許可が下りなくて、まあ、2つ以上、その Gmail アドレスに同じ電話番号を使用しちゃってるんで、今、長尺の動画を投稿するにあたって、ちょっと制限がかかっちゃってる感じですね。なので、まあこれから家帰って、まあその以前仕事で使用するにあたって作った Gmail アドレス2つ、その同じ電話番号になっちゃってるんで、それをまあ変更、まあ削除できんのかな。ちょっとやってみないとわかんないんですけど、まあ、削除を変更しないと、ね、同じ電話番号の Gmail アカウントが、2つ以上になっちゃってるんで、それをどうにか変更しないと、その長尺の権限が、長い動画を投稿するにあたって、ちょっと制限がかかっちゃってて、投稿できない感じなんで、なんで、前回の動画と、二つに分けたんですけど、投稿するのも。ちょっと一本の動画にするつもりだったんですけど、長い動画が投稿できないんで、二回に分けて投稿することにしました。それでですね、まあ、借金400万弱あるのに、ね、快活クラブ、ちょっと行かなくちゃいけなかったんで、ちょっと設定、まあ、パソコンじゃないとできない、あれなんで、パソコン、ちょっと今ないんで、ちょっと急遽ね、快活クラブに行って余計な出費で、ちょっと、まあ、長居はしなかったんですけど、ちょっと570円なんですけど、ちょっとかかっちゃった感じですかね。まあ、致し方ないんですけど、でね、まあ、Gmail アドレスのその電話番号をちょっと変更しないと長い動画がアップできないっていう問題になっちゃったんで、ぶち当たっちゃったんでね、そういう新たな問題にぶち当たっちゃったんで、これから帰って、そのね、なんとか変更できるように、ちょっとやってみたいと思います。でね、長い動画がね、次回以降アップできたら、なんとかね、その変更ができたって感じになると思います。ではね、早速帰ってやるんですけども、その前に、ちょっとしたね、
ちょっとした、まあ役に立たない。役に立たない。全くもって役に立たない。どうでもいい豆知識っていうかね。知識、まあどうでもいい。まあ皆さん、どうでもいい。興味ないよっていう内容なんですけども、芸能人で漫才、お笑い芸人の安全漫才のみやぞんさんとあらぽんさん。実は、同じ中学校の一個上の先輩ですね。で、自分の兄弟の姉と同級生。まあ、一個上の先輩で、まあ、テレビで、まあ、イッテ Q でね、すごい活躍されてて、イッテ Q で見て、まあ、みやぞんさん、知ったんですけど、まあ、知ったっていうか、中学、まあ、もう20年以上前なんで、中学校。だからね、まあ、髪型、雰囲気全然違ってて、ちょっとすぐには気づかなかったんですけど、まあ、だいぶ後になってからかな。だいぶ後になってから、同じ中学校の一個上、のみやぞんさん、あらぽんさんだってことにね、気づいて、で、その中学校の頃のね、卒アル写真見て、あ、確かに一個上の先輩にいたなっていう感じで、あ、思い出したんですけど、ただね、やっぱ髪型とかね、見た目もちょっと雰囲気もちょっとね、だいぶ変わってたんで、ちょっとすぐには気づかなかったんですけど、まあ、どうでもいい知識、豆知識ですね。どうでもいい。まあ、役に立たない豆知識なんですけど、まあ、ってな感じで、とりあえずね、電話番号変更しないと長い動画が、アップできないんで、今から家帰って変更したいと思います。では、帰って、ちょっとね、その辺の設定をちょっと頑張ってみたいと思います。では、また、後で帰ってちょっと変更したいと思うんで、一回家に帰ります。はい、動画の続きですね。動画の続き。まあ、前半で Gmail アカウントで、Gmail アカウントの電話番号の変更って言ってるんですけど、まあ、正確には、YouTube のチャンネル、一つの電話番号で、二つまでしかチャンネルが作れない。それで、過去にね、YouTube のチャンネル、別のチャンネルが、まあ、二つ三つぐらいあって、それで同じ電話番号を使用しちゃってて、チャンネル、同じ電話番号で二つまでしかチャンネルが持ってないので、それで引っかかっちゃってたんですけど、で、まあ、YouTube で、のチャンネルで使用してる、まあ、Gmail アカウントの電話番号を、まあ、全部削除してみたんですけど、全部電話番号を削除しても、ちょっと長尺の長い動画をアップしてみたんですけど、それでもダメだったんで、ね、Gmail アカウントの電話番号全部使用してるやつ全部一回消したんですけど、電話番号のやつ。まあそれでも、まあタイムラグがあるのかもしれないですけど、まあちょっと、タイムラグが、更新されるのにタイムラグがあるのかもしれないですけど、まあそれでもまあ、何回か時間を置いて、
長い動画投稿してみたんですけど、それでも、動画が更新っていうか、長いのが投稿できなくて、それでどうしよっかなと思って、電話番号全部削除してもダメだったんで、で、いろいろ調べたら、まあ、家族とか、友達とか、他の、まあ、YouTube 上で、まあ、悪用防止のために、まあ、本人以外の、ね、なんか、悪さされないように、悪用防止のために、まあ、一つの電話番号で、なんか、二つまでしかチャンネル持てない、そういう理由みたいなんですけど、それで、まあ、友達、まあ、家族とか友達の電話番号なら、まあ、一応可能みたいなんですけど、まあ、それで、どうしようかなと思って、まあ、家族の姉に一回電話したんですけど、まあ、仕事中。ちょっと、人が結構、通るんで、ちょっと場所変えました。ちょっと恥ずかしいんで。ちょっとこういうの慣れてないんで、恥ずかしいんで、ちょっと場所変えましたね。まあ、家族、まあ、姉に電話して、あ、アリだ。あ、アリが服入っちゃった。姉に電話して、まあ、姉、電話出なかったんで、まあ、仕事中だったんで、まあでも、姉に電話して、姉に、ね、電話番号認証、あ、最悪。ちょっと紙袋にアリがめっちゃ入った。アリが2匹、アリが2、ちょっと紙袋があるんですけど、アリが、ちょっと今公園にいるんで、紙袋の中にアリが2匹入っちゃった。まあ、いっか。それで、アリがめっちゃたかってくる。それで、姉に電話番号の認証してもらうのもいいんですけど、アリがめっちゃたかってくるんですけど、それで、あ、でも、アニメ認証してもらっても、SNS、まあ、ショートメールで、まあ、YouTube 側から、その、本人確認の、通知が行くんで、それを、メール承認する、まあ、通知が、ショートメールが届いて、で、暗証番号が書いてある、ショートメールが届くはずなんで、でも、それを、また、姉に、教えてもらわないっていう、いけないんで、ちょっとそこがめんどくさいんで、結局ね、まあ家族とかね、友達とか、ね、できる限り他の人に迷惑かけたくないんで、結局、もう、近くの、まあ自分が使ってる携帯が楽天モバイルだったんですけど、調べたら家のすぐ近くに支店があったんで、もう自分で支店に行って、もう電話番号変更することにして電話番号今変更してきました。今電話番号変更してきて、新しい SIM もらって、もう電話番号変更することしてきたんで、それで、まあ、電話番号、変更すれば、まあ、その問題はクリアになるはずなんで、まあ、長い動画もこれからアップ、問題解決して、長い動画アップできるようになると思いますんで、まあね、帰って SIM カード入れ直して、SIM カード入れ直して、で、ちょっと変更してね、やってみたいと思います。ではね、また次回の動画で。
動画、まあ次回以降の動画でね、長い動画アップできるようになると思いますんで、まあ、皆さんのね、ちょっと、まあ、これから頑張っていきたいんで、皆さんの応援、ご協力をしていただきたいので、チャンネル登録、グッドボタン、まあ、グッドボタンでもバッドボタンでもどちらでもいいので、まあ、グッドボタン、バッドボタン、あとね、何でもいいんで、コメントなど書いてもらえると、視聴率がこれから伸びていくので、まあ、その辺の応援を皆様にご協力お願いいたします。ではまた、これからいろいろ頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた次回、バイバイ。